2風呼吸徳開口風呼吸徳開口は各林先生が別名救命口として作られたがん患者に大変効果がある工法の一つです風呼吸自然行行より早く歩くことで血液を活性化し体の中のがんなどによるしこりを柔らかく溶かす働きをします風呼吸徳開口の風呼吸法はかかとが地面に。 着いたと同時に鼻で1回吸い、そして反対の足のかかとが地面についたときに鼻で1回吐きます。シーフー、シーフー吸って、吐いて、吸って、吐いてと繰り返します。歩くスピードは風呼吸自然行行より速く、上半身と首の振り方は風呼吸自然行行より少し小さめの幅で六歩に1回振ります。 手足の動きも小さめになります。予備校として、待つ静丹立、中短伝3個気呼吸、中短伝3個開き合いの順で行います。1. 点する予備校が終わったら、静かに目を開いて、待つ静丹立の姿勢から、全身をリラックスして、右手は手のひらを下向きにし、体から拳一つ分くらい離して、中短伝の前に置きます。 左手はやはり手のひらを下向きにして左側の輪とべ穴の横へ止めておき体からは拳2つ分くらい離しますこの時左手のひら高さは右手より少し低い位置になります右足に重心をかけて左足の親指の腹を右足の土踏まずの拳1つ分開けたいのところにちょんとつけますこの動作を 点をすす。ると言います2左足より出る右図は左足より出た時の足の動きを示します左足よりゆっくり踏み出しかかとが地面についた時に短く1回鼻で息を吸います手の動きは風呼吸自然行行と同時ように動かしていきます3右足を踏み出す右足が地面につくと同時に短く 1一回鼻から息を吐きます。同時に中短電の前の右手は右脇の輪とべ穴の横に左脇の左手は中短電の前に移します。この時は顔も体も正面を向いています。4上半身と顔を横に向ける。2と3の動きを繰り返して6歩目で息を吐きながら上半身と顔を右に向けますがその角度は。 風呼吸自然行行より小さめにします。ご繰り返し歩く。右の図は、左足をともして、左足から、歩行し始めた場合の図です。1から4の動きを繰り返して、10分くらい間歩きます。10分くらい間歩いたら、ゆっくり立ち止まり、中短で3個開け合わせて、今度は、右足より出ます。6足を変える。左手は、 手のひらを下向きにし、体から拳を一つ分くらい離して、中端伝の前に置きます。右手は、やはり手のひらを下向きにして、右側の輪とべ、穴の横へ止めておき、体からは拳二つ分くらい離します。この時、右手のひら高さは、左手より少し低い位置になります。左足に重心をかけて、 右足の親指の腹を左足の土踏まずの拳一つ分開けたいのところにちょんとつけます。この動作を点をすると言います。七右足より出る。右足よりゆっくり踏み出しかかとが地面についた時に短く1回鼻で息を吸います。手の動きは風ゼ呼吸自然行行と同時用に動かしていきます。左足を踏み出す。 左足が地面につくと同時に短く1回鼻から息を吐きます同時に中短電の前の左手は左脇の輪とべ穴の横に右脇の右手は中短電の前に移しますこの時は顔も体も正面を向いています9上半身と顔を横に向けます6と7の動きを繰り返して6歩目で息を吐きながら 上半身と顔を左に向けますがその角度は風呼吸自然行行より小さめにします10分間くらい歩きます10おさむう左右の足で合計20分くらい歩いたら中短電3個開き号中短電3個気呼吸待つ静短率の順におさむ行します唾液を中短電に飲み込んでから休息します 急速20分くらい歩いたら同じ時間以上体調に合わせて休みます注意点風呼吸自然行行より早く歩きます従って歩幅も小さくし手の振りも小さくし顔の振りも小さくします毎日1から2回練り行し1回の練り行時間は20分くらいが理想ですがあくまで体調に合わせてください 10分ににリラックスししてていないなな時や、体調を無視して行うと、逆効果になります。風呼吸自然行行に良くなれて力を抜いて歩けるようになってから風呼吸特開口を行うようにしてください歩く速度は病状性格年齢習慣などを考慮して個人個人で変えてください本人が気持ちのいい速さが一番大切です 決して焦らずりガゼ呼吸く開口はガゼ呼吸自然行より動きも速く呼吸も強くなりがちなので十分休息時間をとります。